安楽庵作伝官営19年1月8日は、戦国時代から江戸時代前期にかけての浄土宗西山深草派の僧、美濃国出身、西岸寺第55世保守。安楽庵流作道の祖、金森忠し金の子と言われる。明治38年、関根木庵、江戸の落語で言及されてから、落語の祖とされる。作伝は、道合、意味縄控え、 豪派聖王、俗名は、平林平太夫。天文二十三年、誕生。美濃国の武将、金森忠四金の子と言われ、兄に、金森長近などがいる。幼い時に、美濃国清四恩寺で出家し、作、道文宿に指示した。その後、京都全銀寺に天示里と空、はじめ宿に学んだ。天正年間、中国地方に赴き美禅国大運寺などを、 創建したと伝えられる。慶長元年、美野清恩寺に戻り25世十字となる。慶長18年に京都西岸寺55世となり、危険と交友を広げた。元那九年、死の直居を得た後、達中竹林院に隠居し予定を送った。同書には茶室、安楽庵を作っている。寛永十九年、死去。母書は京都青岩寺。 笑い話が得意で説教にも笑いを取り入れていたが、京都書次第、板倉重宗の依頼で、清水賞を表し、昭和州の先駆けとなった。作伝は、天下一茶人、古田織部の皇帝で、織部は、作伝の老い、金森果重と、特に親しかった。作伝は、安楽安列という茶の湯の切れ字を残している。収集あるいは見分した椿についての記録。 百椿衆を残している。作伝作の強化、徘徊も残る。新王、古石家、武士、文人の間に広く交流を持ち、特に松永提徳や小堀演習との交流が深かった。聖願寺、ありがとうございます。